はい、チーム T-Rex の皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。以前にステージ衣装の話をしたんですけれども、僕の考えは確かにその通りなんですけれどもね、またもうちょっとね考えてみたいんですけども、そもそもね、なぜじゃあステージ衣装をね着た方がいいのか、まあステージ衣装っぽいのを僕はね着た方がせっかくねステージだからいいんじゃないかなと思ってますけれども、でこれはもちろんね、ステージ衣装を着なくて、そのまま出ちゃうっていうかっこよさもあるよっていうね、それはもう人それぞれですから全然いいんですけれども、もちろんでそうなんだけれども、そのステージ衣装を着ないで、ステージに出るっていうかっこよさっていうのは、まあやっぱり大スターがね、大スターがそういう感じで出るからかっこいいっていうのも一つありますよね。大スターがいわゆる、T シャツで出ちゃう、 G パンと T シャツ出ちゃって、ね、そっちの方がかえってかっこよかったっていう、かっこよさっていうのもあると思う。で一般の人は、まあだから一般の人なんだから、なんだろう、ちょっとステージ衣装着てやっぱステージ出た方がいいかななんて思いますけれども、でね、もう一つ思うのが、すごくねキャラが立ってる人っていうのはね、またそのキャラでね結構ね、ステージ衣装をね全然こう着なくてもね全然平気だっていうね場合もあると思うんですよ、ね、であとバンドなんかもなんかこうすごい一人一人のね、キャラがすごい立ってるようなバンドっていうのはね、あんまりステージ衣装があったりなかったりしてもねそんなにね影響ないかもしれないんだけど、でもなんとなくさ、ほらさ、バンドってさ、あそこのベース誰だ全然覚えてねえやみたいになるじゃない、なんとなくねこう、でね、そうなんだよ。だからそういう時にさ、なんかこうステージ衣装があったりとかするとちょっと印象付けられるじゃない。あとそれから、バンド全員で同じジャケット着てたとか、そういうのがあるとなんか覚えやすいね。だからそういう意味でもねいいなと思うんですよ。だからね、僕が思うに、よっぽどねこうキャラがね濃い人はねあんまりね着なくてもいいかなと思うんだけども、そうでもない普通な感じの人はね、まあ着た方がプラスはプラスだよねとは思いますよ。それでやっぱ着てるっていうこと自体で、そのお客さんの方で、なんていうの、こういうこの、なんていうの、気合がこう感じられるっていう感じ、そういうのはやっぱあるじゃないですか。で今ねそんなにめちゃめちゃこうね宝塚みたいな格好しなくたってさ、まあそれはしたらしたで面白いけど、何かちょっとだけ変わった感じ、あの人はなんとなく柔らかいいつも衣装着てるよねとか、そういうねちょっとしたイメージでもいいかなって思うんですよね。はい、だからね、まあ全然もちろんそこから自分のね個人の自由だけどもせっかく表現したい自分の、曲をね、披露したいとかさ、そういう世界を作りたいっていうんだったら絶対プラスにはなるので、その人のイメージがその見てる人の頭にインプットされますからね、分かりやすい、インプットされ、覚えやすい、忘れられにくいね、そういう意味でも、着た方がいいかなと。でそのどういう衣装を着た方がいいのかっていうのは前の動画で僕言ってますけれども、まあいいのかっていうか僕の勝手なあれですけどね、僕の趣味で言ってるだけですけどもね、そこはもう自分の好きな感じでねやればいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じでございます。はい、また聞いてください。ありがとうございます。